フィデルは連邦の士官を目指して勉強中だ。戦闘要員としては即採用レベルだが、どうやら艦船の乗組員を目指しているらしい。いつでも手助けしてやるつもりだが、アンヌに手を出したら話は別だ。完全にライバルだからな。俺の艦隊にも呼んでやらん。なるほど、さすが教えるの上手だな。そう？今日は何時まで勉強していく？結構かかるかもしれないけど、この課題が終わるまでは。そう。コーヒーでも飲む？お夜食は？今はいいかな。あ、そう。この問題はわかるの？わかるから、大丈夫だから。じゃあ、こっちの問題は？そして、リリア。彼女は、連邦科学アカデミーから検査という名目で監禁されそうだった。フィデルやミキが無理やりかっさろうとしてヒヤヒヤしたが、問題になる前にフィオーレとクルップ博士連名の報告書が出され、オチビちゃんがいなくても研究に支障なしということで、晴れて自由の身となった。今はフィデルに引き取られ、平和に暮らしている。彼女が普通の女の子として幸せになることを願わずにはいられない。ありがとう、フィデル。お姉ちゃん、私今幸せだよ。